田中健二郎は愛知県新城市出身のプロ野球選手。左投げ左だ。小学校2年生の時から投手として山吉田少年野球クラブで野球をスタート。中学校3年生の春にはボーイズリーグの新城ベアーズで全国大会に出場した。床垣菊川高校への進学後は、投球フォームの乱れから腰椎分離症に悩まされた。しかし、 中日ドラゴンズでのプレイ経験があるスケ、野心部長からど真ん中投法を直々に教わると請求が安定していった。2年生の秋からエースとしてチームを牽引すると3年生春の第79回選抜高等学校野球大会でチームを優勝に導いた。3年生夏の第89回全国高等学校野球選手権。 大会でも準決勝まで進出し、野村雄介、小林誠治、羽生昌平、植本総志らを擁する高齢高等学校に敗れ走ったものの、平成に入ってからは、静岡県勢初めてのベスト4入りを果たした。春夏通じて、甲子園球場の全国大会で通算6勝を挙げたことが評価されて、2007年の NPB 高校生ドラフト会議では、 横浜ベスターズから一巡目で指名された。佐藤祐希、高浜拓也の指名重複による抽選で、交渉権獲得を逃した末の指名だったが、後に契約金7、0円、年俸720万円という条件で入団した。入団当初の背番号は46、徳垣久川港から直接、NPB の球団に入った選手は田中が初めてで、大学経由を含めても、 カドナ・アキラ・ヒロシ以来二人目であった。2008年、左肩を痛めたため、1.2軍を通じて、公式戦への登板機会がなく、実戦登板は、シーズン終了後のフェニックスリーグにまで持ち越された。2009年、イースタンリーグ公式戦で、主に先発投手として3勝をマーク。フレッシュオールスターゲームにも、同リーグの監督推薦選手として出場した。2010年、 9月11日の対中日ドラゴンズ戦で6番手投手として1軍公式戦にデビュー9月15日の対阪神タイガース戦で1軍公式戦初先発を果たすと6回03をご安打3失点という内容で初勝利を挙げた横浜の投手による1軍公式戦初先発初勝利は2008年の小林太志以来であった2011年 一軍公式戦では、先発として一試合に登板しただけでシーズンを終えた。2012年、一軍公式戦のロングリリーフで、投球内容が安定していたことから、四試合で先発に起用。シーズン通算では15試合に登板したが、0勝2敗、防御率4.67という成績で終わった。2013年、一軍公式戦には、オール9円で9試合に登板。 勝敗はつかず、防御率は4.85であった。2014年、プロ入り後初めて公式戦の開幕を1軍で迎えたが、インフルエンザに感染したため、公式戦への登板機会のないまま登録を抹消された。以降のシーズンでは1軍と2軍を往復しながら、力のあるボールを投げる手応えをつかんだ。9月に1軍へ昇格してからは、登板した試合を、 すべて無失点に抑えるほど好調で、9月23日の大阪新戦では一軍で4年振りの勝利を記録した。なお、シーズン終了後に、首脳陣から先発での起用を打診されたが、田中自身はこれを誇示している。2015年、2年連続で公式戦の開幕を一軍で迎えると、新人ながら、クローザーに抜擢された、山崎康明につなぐセットアッパーとして活躍する。 首脳陣の判断で山崎が休養した5月15日の対広島東洋カープ戦では山崎に代わってクローザーを務めると一軍での自信発生部を達成した前半戦にチームが好調だったことを背景に松田オールスターゲームのファン投票ではセントラルリーグ中継投手部門で2位にランクインした結局同リーグの監督推薦選手として初出場を果たした 最も前半戦の終盤から徐々に調子を落としていたため実際にはオールスターゲーム第一戦の前日に出場選手登録を抹消される同ゲームでは7月18日の第二戦に3番手で登板したが公式戦では一軍復帰を果たせずにシーズンを終えた一軍公式戦全体では35試合に登板し2勝に入ながら前半戦だけの登板で防御率2.20 16ホールドという、好成績を残した。シーズン終了後の11月に開催された第1回、WBSC プレミア12では、日本代表の第一次候補選手に選ばれたものの、最終ロースターの28名に残らなかった。2016年、プロ入り後、初めて公式戦の開幕から、フルシーズン1軍に帯同。1軍公式戦では、当番試合数、勝利数、 ホールド数で自己最高の成績を残すとともに左のセットアッパーとしてチーム史上初のクライマックスシリーズ進出へ貢献した。また山崎が不調に陥った8月には右のセットアッパー三上智成と交互に一時クローザーを務めている。チームのレギュラーシーズン3位で迎えたポストシーズンでは読売ジャイアンツとのクライマックスシリーズファーストステージ第一戦でホールドを記録すると 第3戦で勝利投手になった。チームの1勝1敗で迎えた第3戦では、同点の9回裏から投板、先頭打者、村田修一を内野安打で出塁させたものの、村田の代走、鈴木直弘への牽制球によって、プロ入り後初めて牽制座しを記録した。さらに、後続の打者を凡退させることで延長戦に持ち込むと、10回裏の巨人の攻撃を三者凡退に抑えた。 結局、DNA は延長11回表の勝ち越しを経て勝利するとともに、ファイナルステージへの進出を決めた。広島とのファイナルステージでも2試合に登板したが、チームはセリーグで優勝した1998年以来の日本シリーズ進出を逃している。2017年、同性の田中広康が DNA に入団したため、ローマ字での表記が、桂田中に変更された。 レギュラーシーズンでは、前年に続いて、フルシーズン1軍に帯同、1軍公式戦60試合に登板したが、先発から転向した左投手の砂田武史樹が、セットアッパーを務めたため、ホールド数は11と減少。チームのレギュラーシーズン3位で迎えた、ポストシーズンでは、阪神とのファーストステージ1試合に登板、広島とのファイナルステージでは登板の機会がなく、 ステージ突破を経て臨んだ福岡ソフトバンクホークスとの日本シリーズでも10月28日の第1戦5回裏に2、3イニングを投げただけにとどまった。2018年開幕1軍入りを果たしたが、砂田や前年途中から加入したエドウィン・エスコバーなど他の左投手が9円で活躍。その影響で登板機会は11試合と前年から大幅に減少した。 一軍公式戦で最後に登板した9月16日の対阪神戦では3回表虫満塁からの登板で2つの押し出し支給を与えたばかりか阪神の先発投手藤並慎太郎に満塁本塁打を浴びた21世紀の NPB 一軍公式戦に登板した投手が打者として満塁本塁打を放った事例はこの試合の藤並が初めてである2019年 1.2軍とも公式戦の登板機会がないまま8月15日にトミー・ジョン手術を受けた手術後の経過は順調だがシーズン終了後の11月13日には育成選手として契約を公開翌2020年8月の実戦復帰を目標にリハビリへ専念するための措置で背番号も046に変更した12月2日に自由契約公示された 湘南シーレックス時代実家は近くのコンビニまで数キロ離れた山間部で野球に熱中できる環境だった。このため高校時代は田舎がニックネームで横浜の入団会見で浜の田舎と呼んでくださいと語っている。その後公募でニックネームで募集したところ額の反り込みに特徴があることから浜の反り込みを田中が選んでいる。また砂田武史からは ケンケンと呼ばれているほか、ネットでは、タナケンという呼び名が定着している。2013年11月、同年5月に一般女性と結婚していたことを発表した。2015年3月27日の開幕戦に登板した際、2月28日に母親が心筋拘束により47歳という若さで他界していたことを中継した。日本テレビのアナウンサーが明らかにした。 横浜 DNA での13年目のシーズンを育成選手として迎えることについては正直なところもう終わりなんじゃないかと思っていたので育成契約の話をいただいたことや球団代表から今後も長く野球を続けられるようにしっかり直してほしいと言われたことは本当にありがたいトミー・ジョン手術を受けた後に休息やパフォーマンスが上がった投手の話を聞いているので 第二の野球人生とはいかなくても、新しい田中健次郎を一から作っていけるよう、焦らずに進めていきたいという表現で前向きに捉えている、投資記録その他の記録、ありがとうございます。